攻撃を受ける戦団中央左の A 駆逐艦は、エスキモー p 9 8戦団は、第二次世界大戦中に、ナチスドイツと戦争中だったソビエト連邦に送られた、連合国軍の援助物資輸送戦団のうちの一つで、ある。戦団は1942年9月2日に、スコットランドのロッホユーを出発し、1942年9月21日に、 アルハンゲリスクに到着した。PQ17 戦団の壊滅的な損害を受け、戦団を運航するイギリス海軍は戦団に空からの援護をつけることを決断した。護衛空母アベンジャーがアメリカから供与され、護衛部隊の中核となった。戦団の出発は当初の予定より遅れたが、これはイギリス海軍の艦艇の多くが8月に行われた。 地中海のマルタ島に対する重要な船団に対する護衛作戦、ペデスタル作戦に参加したためである。船団は44隻の商船からなっていた。15隻のイギリス船、20隻のアメリカ船、6隻のソ連船、そして3隻のパナマ船である。護衛部隊はロバート・ブルネット少将によって指揮され、護衛空母アベンジャー、軽巡洋艦シラ、駆逐艦、オンスロー、 オンスロート、オパチューン、オファ、アシャンティ、エスキモ、ソマリ、ターターからなる戦隊と、駆逐艦ミルン、マーン、マーチン、ミーティア、フォークナー、フュリー、インパルシブ、イントレピットからなる、B 戦隊があった。戦団と一体となって、名オエに当たる直接護衛隊は、駆逐艦、マルカム、アケーティーズ、特設防空間アラインバンク、アルスタークイーン、フラワー級、 コルベット・ベルガモット、ブリオニー、ブルーベル、カメリア、対戦トローラー・ケープ・アルゴナ、ケープ・マリアと、ダーネマン、セント・ケナン、そして3隻の総海底だった。戦団を離れた距離に配置された援護部隊には、戦艦アンソン、デューク・オブ・ヨーク、従順洋艦ロンドン、サフォーク、カンバーランド、ノーフォーク、シェフィールド他からなり、ブルース・フレイザー中将によって指揮されていた。 アベンジャーは10機のハリケーン戦闘機と3機のソードフィッシュ攻撃機を搭載していた。さらに、イギリス空軍とオーストラリア空軍の混成部隊が正規するであろうドイツの戦艦ティルピッツの出撃に備えてソ連領に派遣された。その勢力は第144飛行中隊と第455飛行中隊からの32機の反プ電爆撃機、 第210飛行中隊からの9機のカタリナ飛行艇、そして3機の偵察型スピットファイア戦闘機であった。派遣途上、9機のハンプデンが失われた。この混成部隊は、ムルマンスクから40キロメートル北方にあるバエンガの基地で再編成を行った。ドイツ軍の攻撃により爆沈する商船。アベンジャーの看板より撮影ドイツ軍は、手強い攻撃隊として、 第26爆撃航空団の42機の HE111、大撃機と35機の G88 級、高化爆撃機を差し向けることとした。彼らは護衛艦,艦艇を圧倒するために、大撃機と爆撃機が同時に攻撃する戦術を取った。U ボートも密かに戦断の後を追い始めた。そのうちの一隻 U-88 はスピッツベルゲントを方沖で、 駆逐艦フォークナーに撃沈された。9月12日に P9-18 戦団はドイツ軍の飛行艇 PV-138 に発見され、その日の遅くまでに8隻の船がドイツ軍雷撃機により撃沈された。次の日、ドイツ軍は空襲を行ったものの、ハリケーンの迎撃を受け5機を失ったため攻撃を中止し引き返した。なおハリケーンも 優軍艦艇の5車を受け3機が撃墜されてしまったが、パイロットは救助された。次に犠牲になったのは、タンカーアセルテンプラーだった。14日に来撃を受け、放棄された。その後の空襲は、ドイツ軍に20機以上の犠牲を支払わせることとなった。戦団は、コラ海峡に差し掛かった時に U ボートから攻撃を受けた。U-408 によって3隻の商船が沈められたが、 護衛隊も U-457 と U-589 を撃沈した。さらに2隻の商船がムルマンスク港内で空襲によって沈められたため、船団は合計で13隻の船舶を失ったことになる。ティルピッツは結局出撃することはなく、ハンプデン隊は9月14日に一度パトロールを行ったのみであった。彼らは装備機のうち十三機のハンプデンをソ連に残し、 イギリスへ帰国した、鮮明のアルファベット順、ありがとうございます。